朝アングル変えてみました。え、めっちゃ良くない？ここなんで今までここでやんなかったの？今日は私が食べたかったプルコギの辛いやつを作ろうと思います。今からちょっとステッカーの整理をしようと思います。全部ステッカーなんですけど、私が今まで集めてきたステッカーが全部こんな感じで、これなんか多分もう小中学生の頃に買ったやつ
その前買ったやつもここに入ってます。こんな感じでいろいろ整理はできたんですけど、まだ入りきらないステッカーがたくさんあるので、新しくファイル買わないといけませんね。久々に私Amazon プライムに加入したんですよ。てかなんか元から使えてたみたいなんですけど、使えることを今知って、ね、最近何か見ようかなって感じで、何かおすすめがあったら教えてください。私全然ね本当に見ないんですよ、映画ドラマ全然見ないから全然詳しくなくて。おお、すごい。
おはようございます。今朝の9時半なんですけど、最近はこの2リットルのペットボトルにお水を入れて、これを1日しっかり飲むっていう生活してます。思ったより多分私水分飲んでないんですよね。なんか心がけてはいるんですけど、多分1リットルちょっとでいつも終わってるかなって思うので、2リットル頑張って飲もうと思います。こんにゃく麺、なんか塩焼きそばみたいな感じにしたいと思います。びっくりした。びっくりした。蒸しそばみたい。
塩焼きそばっていうより焼きうどんの味がします。잘 생각해봐. 그만두겠다고 한 날이 뭔가 계기가 있었을 텐데.